ブンブン。ハロー YouTube。どうも、マサルです。今回は、1万円台で購入することができるジンバルをご紹介します。ジンバルというのは、スタビライザーとも呼ばれるんですが、このようにスマートフォンを上に取り付けて使います。主に動画撮影をする際に、このジンバルを使うことによって、手ブレを強力に補正することができます。また、それだけではなくて、この取っ手の部分に操作用のボタンが用意されてますので、スマートフォンの画面をタッチしなくても、こちらだけで操作をすることができます。こういった製品はいくつか販売されているんですが、価格が高いものが多い中、こちらの製品は19,800円と2万円を切る価格で販売されています。価格は安いですが、基本的な機能は他のジンバルと同じで、必要なものは全て搭載されているということになります。また、このジンバル自体にもバッテリーが搭載されていますので、スマートフォンに充電しながら使うというような使い方もできます。カラーとしては、今画面に表示しているホワイトの方がブラックも用意されています。価格はブラックの方が少し安くて17,980円となっています。特にソニーのハンディカムのようなビデオカメラで撮影する場合と違って、スマートフォンの手ブレはかなり大きく出てしまいますので、こういったジンバルを使うことによって綺麗な映像が撮れるようになると思います。なお、このジンバルスムース4の販売店のリンクについては、この動画の概要欄の方にリンクを貼っておきます。実際に購入した方のカスタマーレビューも見ることができますので、興味のある方はそちらからチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。